うっってことで帰ってきました。ドゥン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 。今日はね、初めからびしてます。ドーン、ドーン、寿司です。週に1回は来ている寿司デイです。パチ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 。僕はね、この日を待ってました。YouTube やってる人で硬いよるよね。いつもラーメン食ってる人とかさ、本当寿司ばっかり食ってる人とかさ、肉ばっかり食ってる人いるよね。僕はね、弁当ばっかりとか、僕は結構寿司はね、週1回最近来るんですよ。なんか、ちょうどね、半額の時間にぶち当たるということでね。っていうだけなんですけども、はい。今日はね、この鍛錬で行きたいと思います。ちょっとね、これブリ大根、ブリ大根、違う、なんだっけ、ブリ大根じゃねえや、大根の煮、大根と、なんだっけな、忘れちゃった、いや、よし、うまい、じゃあ、タンでいくよ、やーら、やーら、ケピケピ、くせー。いや、寿司が好きなので、俺ほら、みんな分かってる通り、温めなくてもいいじゃん。ね、だからゆっくり食べれるじゃん。うぶしってな。だからいいよね。ほら、あったかいものってさ、ちょっと急いで食べないといけないからさ、ゆっくりこう、おしゃべりしながらとかできないからさ。寿司ってこうね、冷えてるもんだからさ、それが好きなのよ。なんか、ドカ食いとかバーって食うんだったら、あれ、好きなんだけど、ということでね、お寿司をね、じゃあいたいと思います。じゃあ、イクラちゃんを食べます。卵いきます。ああ。じゃあとっととね、二階堂に行きたいと思います。よし、こちら大分麦焼酎、僕の大好き二階堂でございます。出身は大分県のご出身でございます。みんな飲んだことありますか？これ超美味しいんですよ。じゃあ行ってきます。よし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 、ういで、これに僕は少しレモンを少しね、こうし混ぜないつぶってるけどね、つぶってますけど、うまい。一つ俺の欠点があるとしてると、
整理整頓ができないんだよね。どうしてもわーってなっちゃうんだよね。うん、ダメなんだよこれだけは。みんな冷蔵庫の中とか綺麗、整理整頓されてる？俺もめっちゃ汚えよ冷蔵庫の中。もうわけわかんねえ、もうなんか天井みたいになってるよもう本当に。だって、なんかいつも戦争が起きてる。なんかり整頓っていう言葉がないのかな俺。だからある程度広い部屋じゃないと無理なのよ俺。あの収納が大きくて広い部屋じゃないとわーってなっちゃうから、ポンガラーンとしてないとわーってなってきちゃうのよ。みんなワイワーイと遊んじゃうからね。こうトイストーリーみたいにさ、トイストーリーが始まっちゃうからさ、ある程度広い部屋じゃないとダメなんだよね。うん。わーってもうみんな喧嘩しちゃってるっていうか戦争しちゃってるからさ、冷蔵庫の中は恥ずかしいよな。うん。冷蔵庫も結構大きめな冷蔵庫じゃないとダメなんだ俺。もうなんかもうお祭りになっちゃってるからさ、お祭り。うん、これ初めて買ったこういうの。うまいこれ。でも片付けられないんだよ俺。片付けられるはられるんだけど、整理整頓ができないんだよな俺。ああ、整理整頓がない、そういうのがない。だから結婚できねえんだ俺。うん、もう永遠の旅人だよもう。永遠のヒッピーでもいいよもうね。ほんとだよ。冷蔵庫の中とかに何入ってたっけな俺。びっくりするんだよな。で俺あのね俺ビニール袋が好きなのね。俺結婚してる時すっげえ怒られたんだけど、ビニール袋ばっかり集めてくんだよ。うん、コンビニで買うビニール袋、あれ捨てるの嫌なのね。あれをなんかどん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 集めていくの、アリンコみたいにどん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 いっぱいになっていくの。それが好き好きっていうか使うんだけど、心配なんだよ俺ビニール袋なくなるのが。で、あとビニール袋も好きなんだけど、あのさこう透明のさ、パチパチパチって止めるさ、100円ショップで売ってるさ、ここに何か入れたらスマホとか入れたら濡れないみたいなやつじゃん。あれも好きなのね、ああいう系も。うん、あ、これこれこれこういうのこういうの、これこれさ、パチパチパチって言ってこれ汚いんだけど、これこういうのあるじゃん、これ好きなのよ俺。これがいっぱいうちにあってさ、これなくなるの嫌なのね俺。これなくなるの嫌で、これゴミじゃん、ゴミみたいじゃん。俺ゴミじゃないんだよこれ。俺これゴミ屋敷の住人みたいに言ってる俺。これゴミじゃないんだよ、大切なアイテムなんだ俺の中では。こんな風にスマホを入れてね、雨の中走ると濡れないから、これはゴミじゃないんだよ。ゴミ屋敷の住人がわけわかんないことあいつ言ってるなーとか言って、うわーとか言って、これはゴミじゃねえんだ俺のものだよとかじゃなくて、これは本当に大切なものなんだよ本当に。これをさいっぱいなんかこう大切にさ集めてるっていうか、持っといたらさ、元奥さんにさ、すっげーなんかもうなんか軽蔑の目で見られてさ、あとビニール袋、あとシューズ、シューズも俺捨てられないんだよ。
あの前は1ヶ月に1回シュート買ってたから12ヶ月で12足は増えてくるのね。どんどこどんどこ山みたいに、俺捨てられないんだよ。なんか愛着があるっていうか、なんか大切なもんだから。それもだすげえ軽蔑されてさ、うん、そう、そういうちょっとね変なところあるんだよね。ビニール袋はあの走った後にほら濡れているランウェアを絶対入れるじゃん。なかったら大変なんだよ。びしょびしょのランウェアをさ入れるものないからさ、ねえ、絶対にビニール袋って俺の中で必要物資だと思ってるの、あれとね。だからもういつもリュックのとこに俺ビニール袋眠ってるもん、職場でもなんでも。うん、いつも見て入ってないと、うわビニール袋忘れたって思うのが嫌なのよ。びっしょびしょのランウェアをさね、そのまま入れて帰ってくるのが絶対嫌だから。なんなんだろうね、ちょっと性癖おかしいよね俺、うん、すっげー言われた、すっげー捨てられたもん俺それ。いや俺の中ではすごい大切なんだよ本当に。うん、シューズはね多分ねランナーさんはね結構ね俺持ってると思うんだよな。ちゃんと捨てられる人いるのかな。いいよ、ちゃんとポイ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 。シューズだらけだと今でこそ結構頑張って捨ててるけど、捨てられないんだよ。なんかそこまで俺と一緒に足を歩んできた過程があるからなかなか捨てられないんだよね、うん、捨てた方がいいと思うんだけど、俺もそうは思うんだけどね、うん、捨てた方がいいと思うんだよ、うん、今日さ、びっくりしたのがさ、お家帰ってきてお寿司買って、もうお寿司の時はもう俺忙しいから早く食いてえから、それで、さあ食べようと思って、食べようと思ったんだけど、あーって氷買い忘れたと思って、あー、やっちまったと思って。氷は絶対スーパーかマイバスで買うようにと思ってるんだけど、コンビニ超高いじゃん氷。俺あれだけがね納得いかない。コンビニ大好きなんだけど、なんで氷こんな高いんだって思うんだよね。氷のうまいまずいとかあるのかなと思うんだよ俺。酒飲むために頑張ってんだからこっちは。酒を飲むために頑張るんだから。ああ、アルコールイズライフなんだからもう。ねえ。あれランナーにボーンなんだっけ。走るために生まれてきたっていうね言葉がよくあるんだけど、みんな知ってるんだけど。うん、もう俺はもう飲むために生まれてきたってなっちゃうからねそのうち、うん、年がら年中でも飲んでも美味しくないよねアルコールって。頑張ったらご褒美だ。つまんねえもう一日中さ、日曜日死んでたけどさ、酒は飲んでんだけどさ、酒は飲んでんだけどもなんかもう終わってんもんね。もう俺クソだと思ってるからね。もう俺ダメだって、もうダメ人間すぎると思ってダメ人間の極致だと思うもん。俺もうダメだって、もうダメダメだと思ってよ。いしょ、ああ
片付けられない中年だよ。だからさ、誰だってさ、一歩間違ったらゴミ屋敷になっちゃうんだよね。危ないよね。しっかりしないと。自分が持っているゴミはちゃんとゴミ捨て場に持っていかないと、これ俺大切なんだとか思っちゃうと、もう知らないうちにゴミみたいな、ゴミを集めてるやつになっちゃうから危ないから、本当に、うん、自分ではゴミじゃないんだけど、人から見たらゴミなんだよって思われちゃうからね。もうシューズとかもすごかったもんな、一時期。履かないんだよ、同じシューズばっかりなんだけどさ、本当危ないよ。これうまそう、卵の。寿司は元気になるね。スナックパンフェとか言ってるけど、こんなおっさんがスナックって怖いよね。あ、いらっしゃいみたいな、いらっしゃいって、あ、いらっしゃい、どうしたの今日とか言って、ご飯食べるとか言って何出してあげようかな。生姜焼きしか出せないけどね。目玉焼きとか、あ、なんか勉強して、もつ焼きみたいに鉄板でほら、グーグーって、キャンプ料理グーって。それしか出せないよ、俺。よいしょ。よいしょ。二階堂で酔っ払うんだ一番。うわ、今日も楽しい宴だよね。楽しい宴、楽しい宴。だからさ、新婚デブルじゃん、美味しいから分かるもんね、うんうん、バクバク食っちゃうもんね、うまいからね。俺もう一回デブルいてえな、それ幸せになってね、幸せになってさ、うん、じゃあご飯いっぱい食べてって言ってさ、ねえ、食べてるとこ好きって言われて、モリモリ食べてって言われて、もういつも弁当もパンパンで、タッパにパンパンでさ、唐揚げ満載でさ、ハンバーグとかさ、メンチカツとかいっぱいでさ、もう太ってって、もう太ってぐらいの勢いでさ、生きてさ、帰ってきた酒とさ、おつまみでさ、そんな憧れるな太ってもいいって、お前のためだろ、俺は太るよってね、そういうのが恋愛だよね。制御したら恋愛じゃないんだよ、パッて、ストップ、ハムタイムじゃないんだよ。それだったらちょっとまだ恋愛じゃないんだよ。うん、結婚でもないんだ、それは。うん。もう俺を破壊してくれっていうぐらいまで行くと、やっぱそれは、あれ恋愛なんだろうね。うん。うめえなーって。この子の飯一食いてとか、この子で一生セックスできるわとか、一緒に暮らしてとか、そういうことでしょ、要は。うん。お前飯が一番食いてえな、もうね。
まあ、現れるのかどうかわかんないんだけど、そうなんだよね。それ重要なんだよ、いつも。絶対に。絶対重要だから、これ。本当に。うん。マイス。I'll get that. I'll get that. Vanilla chocolate, macadamia nuts. Yeah, you know what I say? I love you, know? ハゲンダッツ食って寝るから、こうやって。うわぁ。あぁ、まっさ。神。また会えたな。俺たち気が合うぜとかって、なんだねこれ。こういうのが幸せにさせるよね、人間でね。さすがだよ。美味しかった。あ、いい宴でした。皆さんのおかげです。もう本当にみんながいるから俺は頑張っているんだよ、俺は。みんながいるから頑張っているんだ。すいません。明日も走っていくか。さあもう早く寝ないと。3時半起きです。のせん。またね。バイバイ。I see you.